おはこんばんは、皆さん。どうも、ミキです。ミキーチャンネルへようこそ。はい。今日はですね、髪の毛が伸びたよね。すごいちょっと伸びてきたなっていう感じしない？ちょい後ろも跳ねてるっていうのもあるけどね。ちょっとね、アングルを変えてみた。このアングルどう思う？そう、あんまね、こっち側映さないんでね。そう、後ろにパソコンあるし、私はいつもここで動画を撮ってるんだけど、たまにはね、こういうアングルもいいかなっていうことで、やってみてるんだけど、どうでしょうか。まあ、結構ぐちゃぐちゃしてるんで映さなかったんですけど、今回の動画にも、その理由があるんですけども、本日はこちらでございます。去年の1月に、作った、棚なんですけども、その棚に置いているものなんですけど、ぐちゃぐちゃなんだよね。このね、上下2段はね、いいんですよ、個人的にね。みんなはどう思うかわかんないけど、私の好み的にはまあ別に、ちょっと今はね、ぐちゃぐちゃになってますけど、個人的にはまあこういう感じでいいんだけど、問題はここなんだよね。3段目と4段目これなんだよ。本当は100均とかで売ってるね、でっかいカゴで全部入れたいんだけど、まあいいのがなくてね。だからちっちゃいカゴが何個かあるのは、ここにもあるね。そういうもので、いいのができなくて。で、これいい、なんだろう。ちょっと空いてるんで、こうやって。落ちちゃうんだよね、物が。だから結構箱とかで置かないと落ちちゃうんですよ。ただいいのがなくて、今はできてないんですけども、結構まだこれは好みでない置き方、収納の仕方なんですよね。ということでね、今日は何をするかっていうと、まあ、あそこの棚に関してのことなんだけど、今見てて気づいた方も言ったかもしれないんだけど、書類系が、こう、横にこう積み重なって置いてあるんですよ。で、それが個人的にものすごく嫌で、本とかは本棚にしまえばいいんだけど、まあ、あいにく本棚も今満員状態。はい、満札状態でございまして、とりあえず今日は、本というか書類がやばいんで、100均でね、本来は、買おうと思ってたんだけど、それ、買おうかなって悩んでた時に、とうとうが、うちのおじいちゃん、とうとうなんだけど、とうとうとちゃーちゃんですね。が、本棚あげよっかって言ってくれて、使ってないからあげよっかっていうことで、くれたんで、今日はただ単純に、これを立てるだけの動画。先にやる前に一つ言うことがあって、今年はお掃除系ではないよね。お掃除ではないんだけど、模様替えみたいな。そういう動画は多分増えるというか、増やそうと思ってるんで、まだ大規模なものはまだやらないけど、多分あったかくなってきたら、このタンスとかいなくなるんで、そう、この机も大きくなってね、はい、デスクがすごいでかくなって、理想に近づけられたらなっていう感じなんで、多分今年はこういう似たような動画が多分増えるというか、てかどのタイミングで、部屋紹介をするかっていうのがすごい悩ましい。でもこの今の状態だと何も変わってないんですよ。多分最後にやった部屋紹介の動画とちょこっとしか変わってない。例えばなんかこう、本の位置が変わったよとか、フィギュアが増えたよとか、そのぐらいの程度なんで、今やっても面白くないんじゃないかなっていうことなんで、そういうのが大まかにこう、大きいのが変わった時に、最終的な段階で部屋紹介やろうかなって思ってるので、よろしくお願いします。ということなんでね、まあ、今日はこれを立てるというね。まあ、これも第1弾だと思ってください。よし、それではやっていくよ。まずね、照明をどかそうかな。今日光で、朝撮ってるから日光で結構いい感じの光になってるんで、ちょっと照明どかします。で。よし。で、さっき言ったのこれね。ここ。ここの書類。書類っていうかノートですね。では行きましょう。でもさ、なんかさ、こういうのとかね。こういうのもあるからね。で、これはラブライブ系の棚があるんですよ、そこに。ラブライブ系はそっちだよね。お手紙ありがとうございます。森田ちゃんと小鳥宛にも、ありがとうございます。今度は渡しておきます。はい。動画概要欄に、宛先書いてあるんでね。まあ、ウームなんですけど、ぜひぜひ送ってください。はい。
これ着て今これやるとなんかもう本当にあのハロー YouTube って感じになっちゃうけど、ニューエラだから、ね、一目惚れで買ったわ。去年の夏とか全然つけられなかったからね。今年マジでつける。これもういい値段するから本当に。確かね、5、6000円したよ。あんま、いい、そんなね、いいもの買わないからね、サングラスで。人生初だから、マジで。もう本当にあの、大事に しようと。本当に。こういうことだもんね。あ、すごいいいね、でも。あ、ものすごくいいね、これ。便利。今頃この良さに気づくってどういうことって感じだけど。これは違うの。これはこうすればいいな。あ、いいんじゃない？それともこうかな。こっちだな。これでこうだ。もうね、こういうのは頭脳戦だと思う。はい、ということでできましたよ。じゃじゃーん、こんな感じでございます。こういうのとかはね、もうあの動画外でね、なんか整理しよう。もうしょうがないんでね、こういうの性格出ちゃうから。こんな感じかな。うん。まあ、綺麗に、さっきよりは良くなったんじゃない？はい。ビフォーアフターです。どうぞ。これはここではないね。これはここだね。うん、完全に。これやるだけで見栄えが違う。全然。はい。ちょっとあの、これ、こちら、これ、あの、ここにちょっと置きましょうね。これもすごいことになってるな。こんなだよ。ということでですね、本日は書類を立てたという動画でございました。いや、でもまあすっきりしたね、やっぱり。ということで最後まで見てくれてありがとう。このチャンネルとミッキーが他に運営しているチャンネル、この動画の評価、 SNS のフォローなどぜひぜひよろしくお願いします。それでは次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビー。いい感じになったと思います。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。